おジビエに合う日本酒選びます。日置桜純米吟醸五力、こちら紹介したいと思います。まあ、日置桜といえば五力っていうぐらいですね。まあ、五力っていうのがまあ、鳥取県固有の酒米で、まあ、鳥取県、まあ、島根の山陰はおかん酒をね得意とする蔵が多いんですが、まあ、特にやっぱおかん酒を、まあ、得意とする蔵はよく好んで使われるというか、素朴さですよね。だどっちかというと山田錦とかみたいな、まあ、豊かで丸い味の出るこうお酒米の逆にあるというか、なんか本当飾り気のない力強い、お酒になるお米だと思うんですが、まあ、特にね日置桜さんはもう農家さんとの取り組みもずっと続けられてて、もうその生産者ごとにお酒を作り分けてるぐらい、そういった要はこの方の生産者はこの木元に使おうとか、この純米吟醸に使おうというような作り分けをされてあって、まあ、本当に、まあ、合力を知りたければ日置桜をね飲んでもらえれば、もう一番かなと思うんですが、まあ、日置桜のやっぱ魅力といえばとにかくこう無駄のない本当こう鍛え抜かれたボクサーみたいなね筋肉質なしなやかさがある、まあ、お酒でやっぱ感がうまいですね。で今日のそのジビエにまあ合わせたんですが、まあ、厳密に言えばそういうこう水源のね水質とかその水源がまあどういう石をくぐり抜けてきたかっていうことがまあそのジビエに合わせたりするポイントになるんですが、まあ本当に山の酒が、まあ、山の幸に合うっていうのはもう本当にシンプルでものすごく分かりやすいんで、例えば日置桜だと、まあ、水をね蔵からちょっと離れた山奥の水源から引いて、まあ、汲みに行ってやってるんですけど、まあ、その鮮烈なね山のその水とそのジビエのその山の中のこうなんですか生命力とっていう相性はもう多分甘いとか濃いとか薄いとかそういう次元じゃなくて、やっぱりすごくこう郷愁を呼ぶねいいペアリングが生まれると思います。でまたこの五力のその無駄のない味っていうのがやっぱジビエっていうのも、まあ、ある種日置桜のような筋肉質なね無駄のない味、まあ、どっちかというともう本当香りを楽しむようなね食材だと思うんですが、肉肉しく噛み応えのある食感にそういう無駄のないピュアな旨味、そしてそのジビエ特有のね、まあ、命をいただいている香りとね、この五力の燗酒っていうのはもう何にも代え難いものがあると思いますんで、まあ、今ねジビエ扱うところもすごく多くなってますし、まあ、特にねイノシシなんてやっぱそのいろんな場所で、これから出てきますので、まあ、獅子鍋と日置桜なんて最高じゃないでしょうか。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。